渋野日向子と上田桃子のゴルフ技術力比較。日本女子プロゴルフ界を席巻する渋野日向子選手。彼女の美しいフォームと驚異的な飛距離は多くのファンを魅了しています。一方、上田桃子選手は確実なショットと精密なアプローチで知られています。そこで今回は渋野日向子選手と上田桃子選手のゴルフ技術力を比較してみたいと思います。まずは渋野日向子選手の技術力について。彼女の最大の武器はやはり飛距離です。驚異的なスイングスピードと正確なボールの捕まえ方によって、彼女は飛距離の面で圧倒的な優位性を誇っています。一方、上田桃子選手はショットの精度に長けています。彼女のショットは常に正確で、ボールが目標に向かって飛んでいく様子はまさに芸術的です。また彼女のアプローチも非常に精密で、グリーン周りのショットは常に安定しています。さて、この2人の選手を比較するとどちらが優れているのでしょうか。答えは両者に優劣はなく、それぞれの選手には得意な分野があります。しかしここで一つ驚きの事実が明らかになります。それは渋野日向子選手が上田桃子選手に教わったことがあるということです。実は渋野日向子選手がプロ転向前に上田桃子選手のアシスタントプロとして働いていたことがあるのです。そして上田桃子選手から多くのことを学び、その後プロ転向を果たしたのです。これには多くのファンが驚いたことでしょう。渋野日向子選手が上田桃子選手から学んだことが彼女の今日の成功につながっているのかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回は渋野日向子選手と上田桃子選手のゴルフ技術力を比較し、驚きの事実を紹介しました。両者にはそれぞれの得意分野があり、優劣はないということが分かりました。しかし渋野日向子選手が上田桃子選手から学んだことが彼女の成功につながっているのかもしれないという点には、多くのファンが感動したのではないでしょうか。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。